挑戦と創造の証、米沢品質。このブランドスローガンのもと、米沢市では今、米沢全体のブランド価値を高めていく米沢ブランド戦略事業に取り組んでいます。この事業はすでに米沢の味 ABC として広く知られている立山りんごや米沢牛、米沢鯉といった今ある特産品を磨き上げることだけではありません。市と市民が一体となり、米沢の産業、技術、サービス、観光、さらには市民の住みやすさまで米沢のすべての品質を磨き上げていくことを目指しています。米沢市民には上杉鷹山公のなせばなるの挑戦と創造の精神が脈々と受け継がれています。その精神で挑み生み出す新しい価値を米沢品質と名付けました。この米沢品質を向上させていく市民を巻き込んだ運動体を米沢品質向上運動と位置づけ、具体的に活動していく企業や団体をチームネクスト米沢と呼びます。10年後、20年後も活気ある米沢市であり続けるために、みんなで米沢ブランドを育てていきましょう。さて、シリーズ3回目の今回からは、この米沢ブランド戦略の核となるチームネクスト米沢に登録している企業や団体をご紹介していきます。今回はサクサテクの株式会社とデイジーカフェです。皆さんは米沢品質の向上に向けてどんな挑戦と創造をしているのでしょうか。はじめに米沢市八幡原のサクサテクの株式会社です。情報通信機器を中心に米沢の地で生産を始めておよそ70年、サクサテクノグループの生産拠点マザー工場としてメイドイン米沢をキーワードにものづくりに取り組んでいる企業です。私どもはサクサブランドの製品をお使いのユーザー様、お取引先のですね、お客様に対して品質第一主義というのを品質方針に掲げ、品質は私の使命というスローガンのもと、日頃より製造品質の向上に努めております。そんな中、昨年11月に米沢品質向上運動がスタートして、で私どももこの米沢の地で長く生産会社をやってこれたのもですね、やはり米沢がものづくりの町であるという、そういった側面に支えてきた面ところが大きいと思っております。そういうこともあって、チームネクスト米沢、この趣旨に賛同してですね、参加させていただきました。常日頃より製造品質の向上に努めておりますが、それだけではなくって、ものづくりの町米沢というそのブランド力の向上にですね、少しでも貢献できればというふうに考えております。私どもは日本全国のお客様とビジネスをさせていただいておりますので、この米沢がですね、ものづくりの町であるということの知名度が向上するということは大変ありがたいことですので、その点は大変期待しております。一人でも多くの方に参加いただいて、米沢の未来を切り開いていきましょう。続いてご紹介するのは、米沢市中央2丁目のデイジーカフェです。地元密着型のカフェとして2006年にオープン。この春からは交流から生まれる第二のふるさと作りとして、ゲストハウスの営業も本格的に始まります。最初米沢品質っていうのを聞いた時は、なんかこの物とか、なんかレベルとか何かあるのかなっていうふうに思ったんですけど、なんかそうじゃなくて、こうするものとかこととかサービスとか何でもいいっていうのを知ったので、私がしていることも物もこうもっとより良くなればいいなっていうのも踏まえて登録をしました。カフェの方は子連れの方用のお部屋なんかも増設したので、お昼は子連れの方が多くていらっしゃいますし、あともう一軒の民泊の方は一昨年の11月に米沢のまちづくりコンペティションに出させていただいて、それで準グランプリをいただいたのがきっかけで、そこから具体的に約1年以上かけて準備をさせていただいて、それはクラウドファンディングに初めて挑戦をしたりとか、皆さんにご協力いただきながら自分のできることから挑戦をしていっている状態です。
私も5歳になる娘がいるんですけど、海外の留学生を自宅に受け入れたりとか、いろんなことをさせていただいて、外国に行かなくてもうちの娘はいつもそういう近くに外国のお兄ちゃんお姉ちゃんが泊まりに来てくれるとか、米沢の中も外も日本の中の外も大きい家族みたいな形になりたいなと思ってます。やっぱり私の中のコミュニティってまた限られてると思うので、皆さんもいろいろ街づくりだったりとか自分の中でやりたいことっていろいろやってらっしゃる方個別にいると思うんですけど、そういう方々がこうチームネクストの中に一緒に参加することで一緒に共同でできたりとか、米沢が盛り上がるようなことができればいいなと思います。私も全然まだまだ分かりませんけれども、皆さんと一緒に大勢の方と一緒にいろんなことを作り上げていけたらなと思いますので、ぜひ参加してください。Team Next, Yonezawa, Team Next, Yonezawa, Yonezawa.